大きな取り組みだからね、やっぱり金型専門のとこ、必死な、それでまあお付加価値でやって自分のとこで、あの金型を、あの大事に、まあ僕たちもなんか勤めた時はそう休み取れんで、そんな信頼者と時間かかるからね、そうなかなか行けなかった、あったのかどうか、その2つが並んだことがあったのか、時間的には合わないんじゃない、シナの方が先出ちゃったと思うんですけど、そうです、トワイレートが10時50分だ、どうですかね、エアロスカート強いかな、もうすり違いそう、スキシャも並んでましたね、スキシャが一番強い、慣れてるの、西場から発生して福島に発生してます、なかなか大きい、しかも違う風景だね、どうも、あの風景なんかすごい気にしたら関東に食べたんですよ、はい、そうそう、今日は体力使ってない、お酒が進んだ、あでも阪神が勝ってくれる、阪神と中日がやるときはジレンマだよ、あのだらかしゃもあったね、雪で暑くて足止めくらしちゃって、あったねあったね、クソがもいなかった、結局乗れずじまいで帰って新幹線で帰ってくれて、ちょっと金属使うと嬉しいね、みんな遅れてる時は再現なく遅れてる、東急に車両開発に行った時5000系どう使って言われたけど、あんなもんいらねえって思ったらしいですよ、青がいる、青がいる、英語化できるもんな、勧められたけどこんなもん使ったことないから分からないし、いらねえって言われたって突っ張れたらしい、それ言ったら名実だってモノコックの5000件もったよ、使いたくなってただ単に残念で5000件やってで、回転数が上がってきたらちょっぱかゆく展開的に診断するっていうような感じになってもらったから、僕は機関車見えるよ、機関車見えるよ、大きく見える、じゃあ、書いてあるね、ストレッチだけど、あの訓練なんでレーダーに行くようにやりましたって言って、それを説明すればそういったもん、はい、どうぞ、はい、どうぞ、
なくても、呼吸音がなくなってね。なるほど。ちょっとあったと思う、これは。ありましたよ。そうでしょう。あとはまだ、学び作戦いいの、ね、あ、そっちにも、うん、JR 西日本よく渡辺作戦はクルージュロールですから、11で JR 効果を引き最後高まで高まで見ていきましょうか。大丈夫ですか。今度ウエストエクスプレス2117改造して作ったのかなと思ってて、いいな、いいな。ウエストエクスプレス毎度ウエストエクスプレス僕最初に避難をしてちょっと待って、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 気が向いた時に直せる、あのね、あれ、あれね、あの3ゲームバーターを、あの3ゲームバーターのと入ってきても96であるなるほど。宝塚で京都線の20分に生まれている。怒られた。電車バスが使用で使えるんじゃない。っていうか、こいつら車両も。もうやっぱ電車ですね。床下のとこ床下だよ。うーん、床下あーに出始めて出ないやろ。なので、あの追加でパーツ買ってないと、あの、谷間の上の方に あれなんか欧州街道かなんかで、うん、結構2号線ね、そうですね、向かいの3号悪くないよ、もう丁寧も高速道路も昼回ってるも、うん、一緒にあのその高速道路の周辺は来とるんだから、うん、夜はまあやめたらいいけど、あの山の中だから、うん、これに来てて、よくこれあったら、うん、ああ、そういうことだな、うん、あれ、空港の人って言うんで、昔は、俺たちの人はこっちも徐行しながらな、うんうん、あれがあるもんだから、うん、僕のやつは新しい、いらない、あんまりややこしくはないから、うん、いらないじゃん、うん、あるよ、あるからもあるよ、僕も写真一つ持ってきてな、いや、テレビじゃない、カウダーこんなぐらいのテレビを撮ったの、あー、灰、はい、なのね、うん、あれで、氷で、うん、で、かかっていくんだ、うん、それコブラの構えでも、一緒は跳ねてるんだけど、うん、ただクラッと、6に吸うんだ、吸うんだな、その方で、ダイオンでもあるのはあったけど、なんか理由が大変だったような気がしたのかな、ちゃんと走れるから、ジャンパー線が引っかかって走れるという感じ、